すべてはうまくいっています。あなた方は皆、母、父、神と永遠不離一体の神聖な存在であり、現在、あなた方が、極めて創造的な心で作り出した非現実的な状態を体験しています。あなた方にはそれが全く現実のように見え、この状態であなた方の多くがほとんど絶え間ない苦しみと恐怖にさらされています。あなた方全員がよく知っているように、恐れとは F、P、E、証拠、A、出現、R、現実、形ある人間としてのあなたの一見現実的な生活、そしてそれらの形を通して経験する愛と完全に一致していないすべてのことは非現実的なことです。その永遠の真実を受け入れ、信頼することができるようになればなるほど、自分の中に平和、愛、調和を見出すことができるようになり、意識的にこのことをますます意識しながら生きていくことができるようになります。あなた方の本性に対する意識的な気づきが、心の中に頻繁に存在するようになると、あなた方の直感、あなた方のキリスト意識、私との断ち切れないつながりへの信頼が強まり、母、父、神が私たちを包んでいる一つの愛の結びつきの中で、ほとんどの場合、あなた方自身が平和で満足していることに気づくのです。その結果、日々の人間生活の中で生じるどんなことにも対処しやすくなり、どんな問題もずっと簡単に理解し、解決できるようになります。そして、あなた方の個人的なエゴと、キリスト意識との間の明白な分離が緩やかに解消され始め、あなた方自身が恐怖に支配された判断、意見の不一致、対立の状態を手放し、その代わりにあなた方自身がただ愛だけであることに気づき、そして他のすべての人との相互作用の中で愛を広げ、分かち合っていることに気づくのです。愛があなたの本質であり、あなたは今、自分の本性への気づきが自分の中で開かれ、不合理なエゴのたわごととして否定するのではなく、常に真実であったことを受け入れることができるようになり、記憶喪失の状態がますます弱まっています。自分が何者であるかという極めて限定的な信念にしがみつき、二元性という誤った概念や、その非現実的な状態のあらゆる危険から自分を守る必要のある独立した存在として、互いに分離するという誤った概念を植え付ける一方で、正しくありたいというエゴ的な欲求は、ただ落ちていくだけです。もちろん、苦しみや痛みを経験することもあります。なぜなら、ほとんどの人は、自分の人間的な姿とほぼ完全に同一化し、人間の感覚が瞬間瞬間に経験することを唯一の現実として受け入れているからです。すなわち、あなたが触れ、感じ、物理的な相互作用によって変えることさえできる物質的な環境です。目覚めるということは、現実はあなた方の肉体が提供し、支えている制限の中で生きている間に知ることができるものよりも、はるかに多く、はるかに広大なものであるという気づきに至ることです。あなた方は、それぞれ、形をとっている間に、経験できることよりも、はるかに広大な存在であり、あなた方一人一人が巨大な力、神の力を持っていて、それは、絶えずすべての創造物に影響を与えている。現代物理学では、あなたは存在するすべてのものの 5% 以下しか認識できず、また認識できることもないとされている。あなた方の知的に最も高度に進化した者たちが言ったように、賢くなるとは、自分が何も知らないことに気づくことです。そして、それは失敗ではなく、あなたが人生を生き、経験する広大さと、物質界に存在する肉体の限界に気づくことなのです。あなた方の多くが私の復活の記念日を祝う準備をしているとき、あなた方も復
活することを思い出してください。復活とは、死が非現実であることを完全に悟ることに他ならないからです。復活は、まだ肉体を持っている時に起こる人もいるかもしれないが、ほとんどの人にとっては、肉体的な死を迎えた時か、そのすぐ後に起こる。それは避けることはできず、遅らせることしかできない。そしてそれは、あなたが経験してきたゲームや夢や幻想からあなたを目覚めさせるでしょう。あなたたちにはそれぞれ創造の瞬間に神から与えられた完全に自由な意志があります。ですから、いつ目覚めるかはあなたたちが選択しなければならないし、自分で決めることです。姿をとっている間はその自由を体験していないように見えても、あなたたちは常に完全に自由なのです。というのも、人間であるあなたたちは幼児期から他の年上の存在、両親や養育者があなたたちに強制する権威に従うように訓練されており、大人になる頃にはほとんどの人が他のもっと力のある存在があなたたちを支配しており、その法則に従わなければならないということをほとんど自動的に受け入れるようになっているからです。これは神の意思ではない。あなたが人間としての人生を計画した時、このようなことが起こることは分かっていたはずですが、その計画の一部はあなたが大人になるにつれて進化し、神聖な個人の主権を主張することでした。というのも、あなたたちが成長するにつれて、自分たちが個人的な自立性を求めていることに気づき、それが本当にあなたたちの神聖な権利であることが明らかになったからです。これはあなたの目覚めのプロセスの主要な側面です。なぜなら、あなたたちは想像されたようにそれぞれ完全に自由な神聖な存在だからです。それが真に意味することを理解するように成熟するにつれて、あなたはまた神があなたたち一人一人を敬い尊重するのと全く同じように、敬意と愛に満ちた尊敬を持って全ての他者を扱う責任を理解するようになります。毎日聖なる内なる聖域で一人で静かな時間を過ごすときに、このことを思い出してください。神があなたたちの心の中に入ってきて、あなたたちに対する神の永遠の愛の大きさを感じることができるようになるのです。このイースターは、神がそうであるように自分自身を知るという意図をリセットしてください。そして、あなたが執着しているかもしれない罪深さや不甲斐なさの残りカスを捨て去り、それを知ることを許してください。あなた方はすべて想像された通りの完全な存在であり、これは変わることのない状態なのです。皆さんにとって幸せで聖なるイースターでありますように。あなたの愛する兄弟イエス。